世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。長坂真護が見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシス。愛は食卓にある、キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイシス in the case of 孫長坂。僕はアートを通じて文化の提供、環境保全、経済を回しながらサステナブルな社会を作りたいなと思っています。長坂が世に問うアートには一つの特徴がある。どの作品にも必ず登場するのが壊れた電気、電子機器だ。こうした廃棄物が世界中から集められた世界最大の電子ゴミの墓場がある。ガーナ共和国にある広さ東京ドーム30個以上の廃棄場だ。長坂は現地に出向き、この廃棄物をアートに変えた。彼らはその電子機器を燃やすことによって中に残った金属を売る。それが彼らのメインの収入ですね今。その際に有害なガスを吸ってガンとかそういったものだったりとか引火して火傷しちゃったりとか、本当にあの劣悪って言葉がまあぴったりって言ったらあれですけど、これまでに1000個以上のガスマスクを送るなど、個展などで作品を売り、その収益を還元している。新しいこと、変わらないセオリー。長坂の支援は単純な物資だけではなく、ガーナの社会改革を目指す。子どもたちが無償で学べる学校も設立。英語や数学のほか、アートや環境問題の授業も行っている。アフリカが今大変なんで寄付してくださいは全く違うと思って、学校運営も宇宙が直営なんですよ。寄付してるわけではなくて、しっかりね、僕らが投資をして雇用まで結びつけることですね。フレッシュフェイシス、その先は。ガーナに今60万トンの埋蔵量があると言われてるんですけど、2030年までにはもう100億円クラスの有害なガスを全部カットするようにリサイクル工場を作って、健全で健康な雇用を生んで持続可能な、経済を回していくことが目標です。愛は食卓にある、キユーピーの提供でお送りしました。